ベリー以降の糸も豪華なる。自当書より10月10月は、グレゴリオ歴で年の第10の月にあたり、31日ある。日本では、旧歴10月を、神名月、神名し月、神中かり月と呼び、新歴10月の別名としても用いる。英語での月名オクトーバーは、ラテン語表記に同じで、これは、ラテン語で、第8のという意味のオクトの語に由来している。 一般的な暦では十番目の月であるが、紀元前46年まで使われていた、ローマ歴では、一般的な暦の3月が年始であり、3月から数えて8番目という意味である。平年の場合、10月はその年の1月と同じ曜日で始まる。詳細は神名月語源を参照。神名月の語源は不明である。以下のような説があるが、確かなものではない。 いずれにしても、漢字、神無は、当て字としている。出雲の出雲大社に、全国の神様が集まって一年のことを話し合うため、出雲以外には神様がいなくなる月の意というものがあり、これは、平安時代になってから言われるようになった、民間語源である。出雲では、神あり月と言われる。しかし、出雲へ行かず村や家に泊まるたの神。 家の心的性格を持つルス神も存在し、すべての神が出雲に出向くわけではないとされる。日本国語大辞典、P412、日本国語大辞典、P136、同様に一般的な暦の9月、11月、12月は、それぞれローマ歴で7、9、10番目の月にあたり、ラテン語の、第7の、第9の、第10のを意味する、セプティマス、ノナス、 デキムスに由来する、セプテンバー、ノーベンバー、ディセンバーである。また、ローマ歴で最後の月が、現在の2月にあたり、日数が少ない。高島敏夫、お言葉ですが、漢字語源の筋違い、P88、文春文庫、第一冊、2006年6月10日、文芸春秋。 ISBN 978から4から16から75万9808から2神々が出雲大社に集まるためというのは大義賞などに見えるぞ奥説。神名月の字を当てるようになったのも平安時代に入ってからだと考えられる。神名月の意味については新米を収穫して酒を作る月だから情生月の意だとか、 カンナメ祭りの行われるカンナメ月から出ているとか、諸説があるが、まだ決定できない。審判神事の基礎知識講談社。2006年9月。ISBN4 から06から21641から8。135ページ出雲地方のみ。公共建築物等における木材の利用の促進に、関する法律。林野町。林野町。 2021年7月5日閲覧、ありがとうございます。